こんばんはこんばんはじゃない <laughs> こんにちはお昼ですね今は本当にやばい顔が <laughs> 顔がやばい普通に顔がやばい顔めっちゃキモない何この小土みたいな <laughs> すょません。えー、っとあ、来ました来ましたまあ、こんにちはこんにちはこの時間でごめんね <laughs> 今日は夜はできません課題をやるので超レアですよ、レアユアちゃんですよまあ、こんにちは小槌ありがとう小槌だよね <laughs> 小槌だよね 絶妙なタイミングで大丈夫そうなんですよ髪 <laughs> 方かわいい嘘 <laughs> めっちゃねあの普通にあのお昼寝から目覚めてる目覚めた感じの <laughs> 髪ボサボサだからまとめただけ <laughs> ミータん終わったと同時に言わマジで <laughs> ミータんやってたかそうおとなしめでしょまあ寝起きなんで すいですかそう宿題ね友達に聞きましたねパッツンだよねなんかやばくない宿題ねあの教科は2教科しかないんだけどあのー、あれ量が量っていうかその1教科の量というか質が多い <laughs> 俺が見れる時間あっ見れる時間なんすか今 <laughs> 小槌ありがとう流れ星ありがとう かわい本当に <laughs> ちなみに涙袋と口紅しかしてませんこんにちは今日もかわい,いそれな結構遅刻してごめんなさいなんだけどさやッほーユアニ今日かわい,いあのね寝てましたね久しぶりの休みだったんで <laughs> 寝てましたね粗宿題あったんすよえ多分結んでるから痩せてるように見えるだけ <laughs> じいじいありがとう それな何中時間だよねえ何これ <laughs> 何これ先生ありがとう髪メラにやってるほんと髪アップにしてるからゆあちゃんじゃ雰囲気違うのかな今日の夕うに本当。この雰囲気も好きですか皆さんなんかあの何雰囲気っていうのこれ <laughs> カップラーメン食べてそう先生 <laughs> ありがとうごめんねほんとにごめんほんとにごめん遅刻で 許ちてー。ふふ。諦めありがとう。小槌ありがとう。小槌ありがとう。そうなんよ。宿題ね。やらないといけないですよね。すごい。おめでとう。スタンプありがとう。スタンプじゃないか。こんにちは、イアちゃん。そうだよ。ミータンからバケン、バトン受け取ってよ。<laughs> こんにちは。耳かわいい。なんかいや、耳特徴的って言われるんだよね。ルーム間違え。イ <laughs> アニアンでーす。あ、小槌だよね、これ。 宿題ね、ちょっとやんないといけないですよね。おめ。まあでも夜中、徹夜でやりますよ。<laughs> サータン、宿題、配信、ね。でもね、多分岩の宿題は、配信でできないと思う。わ、虹ありがとう。え、触覚いいこれね、こっちとか1本しかないよ、これ。<laughs> おめでとう、ありがとう、10個。<laughs> 少しいつもと雰囲気違う,ように見えるえこっちの方がいいかな。<laughs> こんにちは。 こどちゃんありがとう。あきおめありがとう。そう昨日さ初めて横にしてさ配信したからマジでギフトのお礼が言えなかったごめんね。<laughs> そういうのばん晩見ていっちゃうこんな時間にそういうのなんて知らんかったえそう12時ぐらいに予約入れたけど多分みんな見ないやろうなみたいな。雷綺麗ですか <laughs> ありがとうございます。そう、うレア言わんやえ、サイン会でで申し込んでくれてありがとう そうサイン会ね昨日の23時59分までだったからマジみんなの名前を呼ぶのが楽しみや <laughs> やっと呼べるじゃん名前をあんなさんの分の宿題もやってあげて夏休みの宿題も終わってあえ嘘ソ <laughs> でもいやもね小論文一冊出してない <laughs> やばーいこんにちはハートありがとうそのまま振袖とか和服を着ても本当に でも湯はねめっちゃ着物似合うって言われたことあるこんにちはこんにちはあ本当この時間助かるぜですか湯あ <laughs> ちゃんかわいすぎてよ <laughs> 本当トに湯はちょっとこの美女でやろうか迷ったんだけど普通に <laughs> これでショールームやるかめっちゃ迷ったんだけどそう寝てたのごめんね課題って何年生3年生高校3年生なのに課題あるんですよおかしくないですか普通におかしいですよね サイではないですね。涙袋を描いてます。涙袋はさすがに欲しい <laughs>。でも適当に描いてからやばい。なんか <laughs> 昨日配信寝落ちしたけどサイン買い購入じ本当良かった。良 <laughs> かった良かった。そっちの方がない,いいですよ。いいですよ。ヤニヤ好き。ありがとうペンライトありがとう。おはよう。<laughs> 松川ちゃん見ようかなと思ったけどちょっと諦めたの。<laughs> まあでもユアの十二期自分の同期の中の推しはみゆちゃんなんでね私ちなみに <laughs> ポズちゃんありがとうなんでクリアになったのえ多分だけど横にしたからな気がするんだよね <laughs> なんかいつも縦だと曇ってるじゃん横にしたらクリアになった説あるくないこれ諦めてか配信書いてあっ検品いや返信書いててほんと書いて書いて読むよん宿題はね夜にやるから今配信してるの サータンと同じぐらいてサータンはあのー、あれっすよマジで「す」「す」っていうか分かんないけど「す」はほんとに清楚じゃない顔は清楚だけどね <laughs> あきやめありがとうミータん1万超ええ <laughs> 盛り上がり度1万んでハートありがとう今日中にはできないかも そうなんだよね。そう、生物多様性の生物が多様。生物多様性の世界で。そのなんだっけ？その生物たちを維持する必要はみたいな。<laughs> 意味わかんないよね。初穂もありがとう。ハーありがたい。興味ありがとう。流れ星ありがとう。こずちありがとう。えやばこのさ変なんか豪華なセンスみたいな。 ありがとう。初期ガンダムさん。<laughs> 音波ありがとう。寝落ちリスクのない時間あ本当嫌は全然あるよ。この時間昼寝しちゃうからこんにちは。自分のチャートありがとう。今日は早いね。そう。夜宿題やるために早いんすよ。こんにちは。こんにちは。やにゃんこんに,ちはやややにゃ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 宿題なんて単語して知ってますよ。<laughs> ちなみにいや宿題全部ちゃんと出す派ですからね。 だから成績いいんですよ。<laughs> こんにちは。宿題ねちょっと無理かもしれない。まあチャット GPT がいるんで今の時代。ハッタありがとう。先生ありがとう。小豆ちゃんありがとう。好き。<laughs> え今日雪降ってたの？いやさ今日一回も外出てないんだよね <laughs>。雪降ってたの？わか岐阜だけ。ハッタありがとう。 なにこの時間いや起きいやの予定では15時に起きると思ってたんですよ <laughs> 小槌ありがとうそう触覚めっちゃストレートだよねやばくないこれ <laughs> 触覚がやばすぎるはたありがとう小槌ありがとう今日から本気出しそうだよ徹夜だけどまあ最悪1個はあのー、次回の授業までだからまあ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  ずちゃんありがとう仕事中ですそうだよねだと思った <laughs> みんな仕事中かなとは思ったけどカップ麺食べてそうじゃないこのこのこの雰囲気 <laughs> こんにちはこんにちはあきゃめありがとうありがとうおめでとうありがとう10個すごいね正月ギフトみたいなこんにちは今日はあだんうん一つにまとめてるだけにんじゃありがとううん課題最終日にやるタイプっすね 特に冬休みは夏休みは長いからなんか最初にやろうって思えるけど冬休みはマジ1週間ぐらいしかないじゃんちゃんありがとう初見さんこんにちは冬休みまだ今日までかなそう今日までですねやらないと思ってたらきん <laughs> 今日からよし今日はなぜこの時間夜にね課題をねやらないといけないし <laughs> いけないその明日から新学期です 小土ちゃんありがとう。社会社会の宿題はねなかったっすね。<laughs> 日本あでも日本史のただ答え写すだけの宿題はあった。<laughs> 宿題は明日やればいいんじゃないでもでも次はもそう思う。明日はまだ始業式だからまだ間に合う。誰 <laughs> もありがとう !2 日ぶりにパトロール来ました。<laughs> かっこいいありがとう。かっこいいすか <laughs> 秋めありがとう。はーい。 はい。そう今日はネ、ね、ギ人見える。<laughs> そうスマホスタンド壊したのよく知ってるやん。十 <laughs> 六時の役だったから十分うんそうなんですよね。すみません。<laughs> とてもすみません。普通に。申し訳。こんにちは。ゆあちゃんこんばんは。毎日夜にゃんだよ <laughs> やにゃん好。夜にあすき意外と夜に来てる人も来れるんだねこの時間。 祝日だからワンチャンって思ったけど。昨日はなぜか配信中に寝落ちしてこめ。あ、寝落ちえ、なんかさ、寝落ちしなさそう。<laughs> 寝落ちしたんだ。こんにちは。着物似合うかな。<laughs> え、小論文あるのそう。じゃあ、撮っちゃったの、ゆわが。マジでやらかしてよね。こんにちは。小づちゃんありがとう。ね今日成人の日だよね。いや、成人式18歳だと思ってたけど、違かった。 先生に笑顔向ければ宿題やらなくても許してくれそれマジあると思う <laughs> あと卒業するだけだからさこんにちは顔痩せてないよあのまあ本当に結んでるだけ <laughs> こんにちはいろんな可愛い目をユアニゃ見せてくれるユアニャ素敵ですか <laughs> カメラはこっちにゃニゃ好きー 卒業確定してる。大丈夫。卒業できないことはない。<laughs> いやいや。こんにちは。センター試験受けないよ。<laughs> こんにちは。毛先。ん毛先を持ったまま髪を揺らす仕草好きなの。毛先。毛先。<laughs> 毛先っすか。んあ、後ろの髪。こんにちは。今日も可愛いですかん。 えっごめんなさい私牛丼嫌いなんです <laughs> 牛丼嫌いなんですよ秋雨めことよるですまだ5歳なれますかあ全然なれますよまだまだ始まったばっかりですよ YourLife は <laughs> ありがとうニャニャしか見えない初見さんありがとう来年の初詣もサータンと行くとブログで見ましたえっと私はまだ承諾してないんですけど <laughs> サータンが勝手に行ってるだけなんですけど 進路ですか私は大学行きません <laughs> そう本当は行く気だったんだけどでもまあ SKE1 本に絞った方がいいなと思ってなんか2つそう SKE の先輩はみんな大学も両立できてるけどユアは多分無理かなと思って SKE1 本にしました。 小ちありがとう3年生でも宿題あるのは点数足りない違うよ違うよ <laughs> みんなあるからめっちゃ成績いい人でもあるからこづちありがとう配信始まったばっかりだけど今からお仕事がえー、頑張ってね今から頑張ってね夜勤もしかしてかわいいありがとうそう一夜漬け派です家やはサーターに積んでるうんそうだよ出れることない <laughs> こんにちはレンズの一部なのかなでもクリアだよね今これから馬券10番に書くえなんかでも10番なんか人気だから当たらないみたいな <laughs> みゆちゃんもユアニャン好きな感じ伝わってくるから両思いマジで嬉しい <laughs> 嬉しい <laughs> 素は本当にセンスじゃない本当にあの素を素のサーターを見てほしい本当にユアニ,ニャン好きはたありがとう そう宿題だよみゆちゃんは配信時間が15時またいでミッションする人たちがたくさんあそういうことえた15時にやったらみんな来るってこと <laughs> いやもう15時にやるからこんにちはみゆちゃんが大好きなのはさらちゃんだと思うね <laughs> まあでもそうんまあみんな好きですよ私は12期にゃにゃ好き たぶんユアが一番12期のみんなと喋ってる自信あるんですよ。<laughs> 平等にみんな平等に喋ってる自信がある。<laughs> 今日夜配信ない。わかるかな×バツって言ったら。配信ないです。<laughs> ちょうど仕事終わったタイミングで始めるとかどこや <laughs> 見てたよ。ちなみに右後ろにいるよ。<laughs> こんにちは。サータンブログ、いや、まだみ、サータンブログで初詣見てよ。いや、サータンブログまだ見てないんすよね。<laughs> まだ見てないんすよ。こんにちは。今日5つ目の演奏送ってくれたありがとう。<laughs> 全部見るね。にゃにゃ好き、初見さんありがとう。こどちゃんありがとう。かわいい、ありがとう、初見さん。 パリピなのに優秀なんてギャップも <laughs> パリピじゃないっすよ <laughs> パリピじゃないっすよ私はニャニャンサータンどちらが好きなのか問題ニャニャンサータンあどっちが好きかってサータンの方がイヤーのこと好きっしょ生物多様性とかイヤニャンの得意な雑学,雑学でもなんか <laughs> 許されるかな雑学え寒いよね最近。 あ宿題やるからやる話そういうことそういうことそういうことそうこここれ宿題やるから配信なし宿題やるから配信なしっていうことです。いやちゃん大学行きません行きたかったけどねちなみにちなみにだけど指定校はもらってた <laughs> もらってた大学の指定校でもその大学の指定校もらった時もらったタイミングで あの SKE 合格って言われたから先生に「あの指定校いらないです」って言ってそうはありがは「はたありがとう」こんにちははたありがとうちなみに大学行ったらわは心理学部に行ってましたこれどこの大学か言っていいんかな <laughs> 言っていいか分かんないけどえっ、ー、そうなの昨日の深夜から朝とか全部寝てたわ チャット GPT で宿題は時代すぎる <laughs> Z 世代なんでありがとうこの豪華センス <laughs> こんにちは掛け算は分かりますよ私 <laughs> しかし成人式今日やってるのは20歳面でてんちゃんは18歳にならば成人そう18歳になったら成人なんだけど成人式は20歳なんだよね <laughs> えそうだよね岩だけさ岩だけ違うとか言われたらどうしよう <laughs> ゆあの友達みんなもう成人式行ってていわだけ行ってなかったどうしようそうだよ冬休み終わりだよ耳大きいのかな顔がちっちゃいってことにしといて <laughs> こんにちはなんかでも誰かが12期の誰かがめっちゃ耳ちっちゃくて顔がでかいとかじゃなくてめっちゃ耳ちっちゃくて誰か忘れなけど <laughs> こんにちは 一人で思ってたんだけどねそれは耳ちっちゃーって <laughs> 年末はカップ麺食べていた,ふいた風いた風再発していいカップ麺食べたらなるの <laughs> 世界一可愛いと思うのよ本当ですか <laughs> ありがとう初詣もありがとう <laughs> 雪国冬休み長いんだこの時間めっちゃ元気よそれななんかめっちゃ元気だよね <laughs> 多分寝てたからだと思う寝た後は元気 そうだよ、地獄だよ <laughs>。つらたん。仕事しながら聞いてますか <laughs> 仕事集中できますか冬休み2週間。あ、2週間か。20、2、十いつだっけ ?20 だっけ ?20 か。20から1月9日までだから。2週間か。愛知の夏休み長いのただ答え写すだけ <laughs>。 <laughs> まあやればいいから宿題はうんやればいいから本当に宿題中の予知う確かに嫌だなそれは諦めありがとうお母さんの増えやす1か月あんのいいなーいいな先生がこの配信見てたら <laughs> でも逆に見てたら見てたよって言われたらじゃあ先生配信見てててるんんですか宿題ちゃんとやってって言われたら先生配信見てるんですかって問い詰めれるから大丈夫。 配信でコメントを聞きながらあの宿題やりたかったんですけど宿あの答えを聞ける宿題じゃないので <laughs> どっちも作文なんでねちょっとうんちょっとね難しいですねそうなんだよ2年後です私は成人式のイベント あ、下野郎はバカ野郎 <laughs> なんか聞いたことある、それこんにちは今日バブミありますか答え移していいと言ってません、ばい先生あれ、職業先生ですか <laughs> こんにちはこんにちはこんにちはえ、ストレートの方が可愛い本当にマジで 明日から普通の日に。そうそうそう。この時間だと思ってなかったから嬉しすぎ <laughs> 全然。まあたまにこの時間にもやりますね。土日も。今休憩中だから見てるあ、本当休憩いつまでなの <laughs> 僕見れない日もあってすみません。いや、全然いいよ。全然いいよ。うん、<laughs> 全然いいんだよ。ねえ、小論文ね。でもいや、小論文のテストでさ、95点だよ。 えしかもその1問だけ間違えてその5点引かれたんだけどその5点引かれたのが漢字間違いでしかもその漢字が小論文の論なの <laughs> 本当に最悪なんだけどしかも黒板に書いてあったんだよ小論文の論 <laughs> もう100点取れたのに初めての100点 <laughs> 95点で逃しましたかわいそう宿題しながら何歳 どうやばいでしょそれ小籠包食べたん河村塾で最終日駆け込みをすいす推奨しております待って最,最終日あそうえああのあれ遠くかい遠くかいじゃない先生に萌え台詞言って <laughs> そんなちょろくないよやめ 小論文って大学そう大学進学予定で小論文を取ったんだけどもう8月に SKE 決まったからあのもう本当に意味がないという <laughs> 小論文の意味がないというねマジで取らなきゃよかった使わんくない今後「塾長は卒業できそうか切れなは学校行かないできるかなでもいいわ本当にあと1回休んだら単位落とすんですよね 実物見たけど顔小さくえっ、ー、ほんとじゃいやマジで DMM やば DMM のいやすっごい顔膨張されるの <laughs> DMM 向いてないわ絶対にこずちゃんありがとうなにこの角度イケメン <laughs> こんにちはゆあちゃんブル,ベですブルーベですえっサラ牛丼好きなの待ってこれサラノーネームなんだけど えこれサラえなどういうことノ,ノーネームなんだけどサラなのこれわ <laughs> かんない今日はいつもに増して目が澄んでて本当メイクしない方がいい <laughs> やばい高校4年生やばい留年したらやばい本当にこんにちははたあ,ありがとうそ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 う誘導無理なんすよそう SKE にも,もかけました ね、なんかフォロワーさん、すごい増えたよ。ありがとう、みんな。そういう子は応援し、あ、ありがとうございます、応援してください。<laughs> えらい、それも嫌の選択、そう。そうなんです、嫌が決めたことだから。そう、杏さんと一緒ですね。<laughs> 確かに。二十歳に集いって言ってるかもね。エスケープもそうです。<laughs> そうそう、がい、そうそうそう、そうなんや、大学は別に何歳になってもいけるからと思って。<laughs> 大学行こうと思ったら行けたのかな行け,る行けた行けた指定校もらってたから <laughs> 俺も最近河村塾へ進学しましたねほらありがとうそうだよねスケイ一本の方が集中できるよねニャニャなよンまた来てしまったいいいいね <laughs> いや行ってないよいいわサータンに大好きっててんちゃんの部分もいつも盛りだくさんで本当 <laughs> いつもなんか変なこと言ってるけどそう髪アップしてるんですコーラも嫌いですねそうなの14時50分14時ゃあ14時50分から始めよう <laughs> 最近12期生気になってますかぜひ押してください川村ゆあ川村ゆ <laughs> あにゃんをはたありがとうクく言えるよゆあにゃん12期のボス <laughs> 絶対ダメだるまありがとう !SKE1 本とか何これファンのまたファンの心をくすぐるな <laughs> いや本当に SKE1 本で行かせてくださいだるまありがとうだからさみんなにさその学校の子にさ「大学どこ行くの?」って言われて「いや就職就職なんだよね」って言って「でどこに就職するの?」って言われるから「内緒」って「そのうちわかるよ」とか言ってまあもうバレてんだけどね。<laughs> 何時まであるんとね、うん、どうしようかな。17時5分。<laughs> 遅刻したお詫び。<laughs> こんにちは。20歳は2年後です。今まだ17だけど。もうあの、そう、私今月末誕生日なんで皆さん。<laughs> よろしくお願いします。18歳のイワニアンも。17歳もうすぐ終わっちゃうよ。花のセブンティーンが。 パリピじゃなくてギャルなんだよねパリパリピとギャルの違いが分かんないけど <laughs> 初音もありがとうゆあちゃんの配信終わったら明日の用意しよう <laughs> ありがとうゆあんもね用意しながらこんにちはアメとうありがとうサータンゆあんは絶対サータンのこと好きと言って,ってえそれずっと言ってるずっと言ってるめっちゃサラのこと好きやんって言ってる俺のサツキちゃんとは何 <laughs> 俺のサツキちゃんですかえサツキちゃんはね なんかなんだろだ優愛が一人で変なことしてたらいつも突っ込んでくれる <laughs> いつも笑ってくれるさつきちゃんさつきちの宿題は絶対解ける優愛中,中 1? もう中1でしょそうなんよ運命的なタイミングなんですよ「して子い,いらないですかっこいいそれな」って自分でも思った「先生して子い,いらないです」って。<laughs> <laughs> なまあせっかくね先生たちがイわを選んでくれたんだけど、まあ、申し訳ないと思いながらそうなんですよまああなた頭の回転と良さは抜群だから宿題は余裕でしょいや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 作文めちゃめちゃ苦手なんでねそういうわには物知り物知り博士こんにちは大学名やめとくやめやめときます <laughs> してこうねけねでもまあ大丈夫大丈夫っしょ 川村塾の宿題はモバメネの返信ですけど名 <laughs> 城大学じゃないですあそうそう別の人が指定講惑もらえたからまあその人は感謝してって感じ岩 <laughs> に感謝してって感じでもめっちゃラッキーじゃないその人ねこんにちは川村先生かっこいい <laughs> 先生宿題せずにショールームやってる <laughs> いいんだよ 言わないときます大学名 <laughs> こんにちは心理学俺の心にそうだよ <laughs> え本当にねいわばあい E じゃなかったら心理カウンセラーかあのー、秘書かあのー、なんだっけあれ人事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 になりたかった <laughs> そう人事になりたかったですよ私ね中京大学の心理楽しいってね あの岩のママの友達の娘さんが言ってた <laughs> こんにちは僕も部活で指定校推薦のはずでしたが素行不良でとんねえ <laughs> <laughs> マジで大丈夫そうそこを不良したんすか <laughs> まあでも指定校じゃなくても大学行ければいいから <laughs> こんにちは

いやさら翻訳込みはおみくじ岩に負けた来年も行こうえおみくじ負けたとかないから <laughs> しかも中吉の方がいいからね先生ギフト投げて先生ギフトある <laughs> 制服あ間違えた握手と制服の上まだ申し込みできないんだいつできるんだろう小づちゃんありがとう 国は冬休み長いって聞くけど22ちゃんは1週間で言ってたから不思議え長野っててなな <laughs> 長野って雪国なんですかえ、作文返信で送ってマジでその生物多様性の維持について <laughs> みんなでえ確かにみんなさ一言ずつ言ってさ <laughs> 全部書こうブログテーストで作文したらやばいって <laughs> 絵文字つけとく <laughs> いやいやしか見えない初見さんありがとうやちゃん2年後に成人って言われても信じちゃう本当 <laughs> 信じちゃいますか本当髪結んでる方が好きこんにちは平日のこの時間厳しいそうだよね厳しい人もいればいい人もいるんですよね難しいですよね昨日抽選会申し込み、えー、申し込んでくれたのありがとう <laughs> チュキチュキラブリーちゃん やべ,やべ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 。ね待ってまたギフト見えなくなったんだけどなんで <laughs> なんで見えなくなるんだろうちょっと待って。<laughs> 待って待って待って <laughs>。 今日めっちゃコメントくるんだけどごめん読めてないしさえしかもマジ出ないんだけどなんでなんでやだよ龍ね「留年 <laughs> ショーラやっておいたらブログとかポストする時とか地味にあーえて、ー、役立つかなパートありがとう SK にかけてくれる応援するありがとう書きました私は <laughs> すき焼きはねまだいい 確かに天と通常画面の顔の顔感じが違いでしょじゃあゃ本当に DMM 向いてないよ <laughs> だから皆さんあの劇場に会いに来てくださいこんにちは、ね、やばいギフト読めないごめんみんな多分何か送ってくれてるんだけど <laughs> 劇場で見た実物は小顔すぎて肉感じは確認できない本当に <laughs> ありがとうそうなんだよ DMM やばい え、すごス指定庫もらわずに間行ったのやばー一般でじゃあ共通テスト受けたってこと河村大学やばい確かに手紙の時とかいいかもねゆあちゃんルックスよし性格よし先行きの活躍にたつた楽しみしありがとうございます <laughs> 頑張りますゆあにゃん頑張りますそうだよゆあ優秀だからねーこんにちは まあなたは先は本当に楽しみありがとうね楽しみにしてくれてサータンの声似てるいやいや,いや似,てす、ね、似てません似てません全然似てませんそう月末誕生日なんですよえ十月誕生日おめでとう <laughs> おめでとう子達あ見れた子達ありがとういやーどうだろう十二期初生誕にならないかもよ最後よかもよ あそうそうそうう心理学ということはそうそう臨床心理士とかね12時に仕事終わるんだけどって言っても仕事 <laughs> 絶対関係ない超読むキャ違いますよん <laughs> 月末まで行く誕生日まで2500に行くかな <laughs> 誕生日で増えそうだけどねわかんないけど面白い女 <laughs> ありがとうございます <laughs> りあちゃんは12期で相関図作ったら真ん中にいて全員が線伸びてるうーんかもね全員と喋ってる <laughs> 確かにね就職,先ど就職先どこって言われて芸能界っていたよね <laughs> こんにちはユニオニオしか見えないりあちゃん13歳じゃないですこづ <laughs> ちありがとう 嫌なコメント読むのスローすぎて一回ルーム抜けて戻ってくるとちょうど読んでくれてるあれ <laughs> 絶対サラやんけこれ何、ね、でアバター持ってんのズルいやアバターないんだけどいやごめんね遅いんすよ言わでもまあみんなの読んでるから <laughs> こっちゃんの辞書辞書にエトの猫がいるの <laughs> えそ,うそ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 うなんよ 指定校で行って中退したらそこなくなっちゃうからねニャンニャのカウンセルカウンセルどうぞ受けてくださいニャンニャ好き遠くか会でカウンセリングどうしよういいこと言えなかったら <laughs> <笑><笑>こんにちはえみやびも言ってた言ってたサンタさんからこのお洋服もらったのっていわもね自慢されたよ 矢はヘアアイロンもらえました。2万します。<laughs> 高いですよね。トーク会役職場で言わにゃい、ね、多分ね。そうだよ。あの今、これから岩のことをもっと好きになるといい人が現れます。とか言, <laughs> 言いそう。そうだよ。みんなの心読むから。 え10番で当たったの2着100円が300万円あ間違え間違えた <laughs> 3万円英語ゆあちゃんね大吉ゆあちゃん大吉 <laughs> 神田明神って読むのかあれ結んでるのかわいいありがとうそう <laughs> ゆあちゃんしていこうにしていこうと思ってたんすよ、うん、<laughs> ほらありがとう 長野成績トップクラスなのえだってココミンやばいよあの子 <laughs> あの子マジでやばいよテスト <laughs> 神田明神ですねニャニャしか見えないニャニャピンマジで18歳で成人されたの選挙の選挙のためですよねめちゃめちゃ初見さんこんにちは。 もで宿題の質問題書いてくれればきっと皆さんが解答してくれますか <laughs> こんにちはヤヤ好きこんにちは皆さん <laughs> DMM 向いてないっすよ頑張ってねありがのそれな DMM でもかわいく見えるあれギゅっと見えないできは いやいやいやせっかく投げてくれているのにそう実物に会いに来いってことですち <laughs> いかわいいわねあのサラと一緒でもモンガ推しなんすよえそう DMM とテレビってマジで太って見えるこんにちは優秀って頭まあまあまあじ地頭がいいっすね まあ自頭のことじとって言ってたけどこんにちはそうこの時間なの <laughs> 出張先で忙しく倒れてました大丈夫か <laughs> そう大吉だったけどあの厄年中の大吉なんでまあ不幸中の幸いって感じですねこんにちは <laughs> またお風呂 <laughs> お風呂張ってる <laughs> うん多分ココアだと思う初生誕ありがとうほしい こんにちは。こんにちはー。ありがとう、花束。就職先アイドルグループです。いいですね。株式会社、デストもいいけど。小ずちゃん、ありがとう。なにこれ ?012914。すごい、電話番号ですかこれ。てんちゃんは天真爛んまだから誰にも好かれるな。間違いない。<laughs> 確信ですかありがとう。こんにちは。 サイン会、手形会抽選会全部申し込んでくれたのありがとうマジ当てるから言わお名前も呼びまーすえショールーム見ればアバターもらえるのいやショールームなかなか見ないですよね塾長はみんなに好かれそうだもんなそういうオーラってあるえなんかそういう同級生の子にもうなんか「いや」はめっちゃオーラがあるみたいなな,なんかが見えるみたいな <laughs> 言われてさ嘘ややみたいな ミアちゃんがどういう人物であろうと2024年に最初に会えてラッキーだと思ってますありがとう本当にでも2024年で、ね、初初押し初初初押してくれた人 <laughs> ありがとうね本当に指定校で早稲田やばでも今もあのハンドハンドボールのクラブに入ってたんですけど私クラブチームにでそこの あの女の先生が指定校で早稲田行ったって言ってたこんにちは <laughs> お疲れ様ですこんにちは今には占い師ですね占い師になりたいですけどねえっそうなんだよ加入100年日ではやばくない <laughs> こんにちはココミンね頭良くないらしいそれの嫌も思った頭いいと思ってたんだけどマジテストの点数低すぎて <laughs> 低すぎてさやばいおめでとうありがとう今日がない神社なのやばみんなの答えをチャット AI でまとめるあーいいねそれ <laughs> 触覚可愛いこれめっちゃまっすぐだけど。 そうなんすよ。<laughs> なんでですかねテレビ。ねミワマさんマジすごいマジですごい。<laughs> ああありがとう。百キラキラありがとう。おろし農家好みですか。え七十センチ無雪積もったの。 やばー普通にやばーそうなんよ宿題がねたまってるんすよスターの裏出てます <laughs> 話しかけやすいふうにほんとにでもいや結構ねしあの学校の教室でしず静か系な子にも声かけちゃう <laughs> でもその子岩のノリ岩のノリについていけなくていつも困ってる静か系の子 <laughs> マジでね 1>, 1年生の時はめちゃめちゃみんな静かでえこのクラスめっちゃ静かと思ってだから y がしゃべりかけに行ったらそんなことなかったみんなちーかわゲームなんてあんの <laughs> いやちーかわあんま見てないからねモモンがは好きだけどそうハンドボールできるよやばいマイクになっちゃった <laughs> 4号ややってましたかハンドボールえマジいやねどこでもでできるでもいやもう右4号やってた右4号か右サイドやってた右サイドで右打ちだったこっち左利きじゃないから左利きじゃない右4号と右サイドなんだよ <laughs> いやループめっちゃ得意なのやばいみんなに話分かんない <laughs> 100年記念前にどうしようワンハレッ0 ワンハンドレッドデイイエーイ初 <laughs> めまして主んさんみや <laughs> ちゃんのこと好きになっちゃいましたが X のアカウントを隠くあれ <laughs> <laughs> なんで隠すのみや <laughs> ちゃん見ますよこんにちはおかえさまですはなちゃんに会っている大みそか以来配信し会ってるよ会ってる会ってるレッスンもあったし はるちゃん配信してないの？マジで。ハタリガタオン。やにゃしか見えなーい。いつもと違うから触覚もかそういうことこのまっすぐでも。<laughs> 今日は外に出てないのめちゃくちゃ寒いよね上着,着なんかさ相変わらず着ないよね上着なんで。て <laughs> んちゃんも配信の喋りでわかるね頭の回転と良さがいや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 良くないっす。 こんにちはやんやん好き <laughs> いや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 帰宅しましたお、もうの終わりですかえっとね、十七時五分ですねさあ <laughs> ちゃんに話しかけてめっちゃ <laughs> 確かに <laughs> いやてんちゃんはクラスの人気者かわかる気がするいや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 まあでも、学級人なんで <laughs> やちゃうのいや本当に走るのだけは無理球技はできるけど走るのは無理あそうこれメールの <laughs> 布団ですねこれ <laughs> こんにちはこんな子に話かけたんですけど <laughs> いや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 ハンドボールなんですなんか違うことになってますねこんにちは3年の3学期はうちの学校 だ、ね、マジでそう y o もそのはずなんですけどね何であるんですかねこんにちは今日は男女無理だからアイコン別 <laughs> にいいんだよ考えなくても <laughs> ループやれた側めっちゃっ覚えてんのヤ <laughs> バ、まあ、うざいもんねあれ <laughs> 悔しいよねあれヤヤの周りの友達みんなしていこう <laughs> みんなしていこうだよ共通テストはマジほぼいないと思うそれか AOAO かなまあ自己推薦の子もいたけど残念だけど仕事に戻るね宿題頑張れありがとう自職がハンドブー100キャプテンマジですごいやはねキャプテンとか向いてないからねファイトありがとう そうなの <laughs> こんにちは、花な,な忙しいのかなそう、もうすぐ終わっちゃうの <laughs> 試しに何か河村家をつけてポストしてみます。日付変わったり、ね、本当絶対見るね <laughs> 絶対見るねありがとうねみな <laughs> ちゃんアイドル IQ 高いですかね <laughs> えじゃあエガーリコサラダチなんで知ってるの食べてたことほら <laughs> もう切れ端あるもん <laughs> いや重が山と言ってた豊橋まで出ました <laughs> やゃ山は嘘ですねご語弊です語弊ですハンドボールめっちゃ走るじゃ何だろうなんかじゃいね球技で走るのはめちゃめちゃ得意なのでももう何だろう走るだけメインは無理なの <laughs> ハンドボールはボールが来るから走れるいや速攻役だったから100キラありがとう百円さん 体力をでもなくなっちゃってきたよもう走れない自給走とか無理それな卒業なのに明日配信多分できるだよ <laughs> ああかもねそれもあるかもこんにちは 恋の AO ニュースってなんすかキャプテンよりエースが似合います <laughs> 内心で悪すぎてシテコ怖いマジ <laughs> マジかいわばね、シテコの時の参考にした内心は4と5しかなかったんでえ、あと5分今何時本当だ、ありがとう今日も反射ありがとう。いや、ごめんね、こんな時間ね <laughs> ハンドブだったけどポジションとか忘れたあれ <laughs> もうそれ何年前の話ですかね <laughs> こんにちは その切れ端、これプレゼントでいいですか <laughs>？ユアニアが食べたじゃがりこの切れ端、五千円 <laughs>。こんにちは。二回カットできるよく知ってますね <laughs>。まあしなかったですけどね。ニャニャ、好きありがとう。もっと勉強して名古屋かせめて愛知の大学行けばいいか。まあでも過去のことですか。 過去のことですからジャガリコ大用料全部食べました <laughs> 読まれないぞえ読みました宿題頑張るね足全く速くないマジで八秒台だもんこんにちはあなたの周りに何でも置いてあるねどれも <laughs> いやあのねベッドの上は本当に汚いんですよ私あのいろいろ物置いちゃうんでね <laughs> こんにちは宿題頑張ってねありがとうこんにちは キキラキラ流れ星ありがとうこんにちはしょけんさんすげえ標定平均で言うのがマジでも普通やん普通安いんすか5,000円初本もありがとうすごい初本もいっぱい来るよでもか5しかなかったの先生の配慮岩岩の量力ではなく <laughs> 6,000円で買えますかオークションですかこれ <laughs> いやジャカビーも美味しいわかるよえポテロングいやポテロング無理 なんか1回食べてめっちゃまずくてあとミじゃがも無理アじゃがガ百0 1 0 0 m じゃないっすね 50m8 秒台ですこんにちはあれ 100m あれうん5 0 m ートル。うん、トルトルにゃんにゃん好きーマジで 50m6 秒もうボルトやん <laughs> ボルトやんお部屋ではない一部お部屋 <laughs> ベッドの上だけね汚いのは <laughs> 部屋は綺は本当にねちょっといろいろ物置いちゃうからまあ店長後々 SKE でセンターやればいいいやーできますかね <laughs> こんにちは7 5 0 0円で買ってあ一番上来たよ <laughs> オークション始まってるよポテリング無理って言うとはじめまじえっマジで無理なのはポテロングえポテロングあれでしょあの赤と青のやつでしょ あれ無理なんよ <laughs> 無理なんすよ私あたりがとう、ほらありがとうこんにちは50メートルで認識で, <laughs> できますよにゃんにゃん好きはっきりと物言う子好きですか <laughs> ありがとうございます <laughs> いつの間にか12期生箱押しになってますいやでも箱押しでも全然いいですよ私が入っていれば <laughs> 初対面初対面じゃねえ <laughs> 初発信初見さんありがとう 6.8とかなのそこまでいや早いよあ七77501 <laughs> 円高いです一番い <laughs> ありがとう小槌ベッドの上汚いって寝る場所あるあるあのね右側だけ汚い左側で寝てんだけど右側だけ汚い <laughs> あと2分やばい男女呼びます男女男女どこだっけあこれかえサーターブログの家にはめっちゃかわいいほんとにありがとう 嬉しい,いやがかかるるってくれる <laughs> 男女を読みまーす13位の方がこの前ライブ来てくれた方 <laughs> 2列目にいた方で12位の方が中野愛理さんのアバターの方で11位の方が SKE の「黄色のマちゃん」の着ぐるみ着てるアバターの方で。 10位の方がイアの描いたパンダをアイコンにしてくれてる方で9位の方が大きいハートの方 <laughs> 8位の方がイアのバツマ丸くんにしてくれてる方で7位の方あれまた増えてないなんかココミ増えてんだけど <laughs> 6位の方が白髪の方で5位の方がイアのガンダムティシシンにしてくれてる方で待って4位の方イアのハ <laughs> イアの描いた鳥なんだけど。 で今見るとこの鳥なんかすごいね岩が描いた鳥 <laughs> 潰れてる3位の方があ待って歌舞伎の方も岩のにしてくれてるやん <laughs> ありがとうすごいみんな流行ってるのかな <laughs> ありがとうねしてくれて2位の方 <laughs> 2位の方が岩のガチャガチャのペンライトサイリウムの方で1位の方がオムランズさんのアバターの方ですありがとうね <laughs> みんなありがとねこの時間でも見てくれて。 本当にありがとうね。こんにちは。今日からよし。こんにちは。結局最後まで見てしまえ <laughs> いいんだよ。でね。明日から仕事を頑張ってね。やば、8,555円いるんだけど。高っ <laughs>。いや、大儲けやん。みんなじゃあね、今待って、もう5分かなあ ?6 分でした。バイバーイ。じゃあおやすみ。みんな夜やらないから。おやすみー。切ります。これどうや出てきるんだっけこっちか。 Bye bye.